ハテナブックマークのトピックページの裏と題しまして、株式会社ハテナ様の、S 小沢さんお願いします。はい、よろしくお願いします。僕、前夜祭も含めて薬事商品初めて来ました。そして、一つ前の宇治屋さんの発表を見てちょっと後悔をしているんですけど内容めっちゃ真面目な発表なんでちょっと頑張ってすいませんが聞いてください。で、ハテナブックマークのトピックページの裏側という話をします。自己紹介ですが、IDS 小沢と言います。2012年からハテナで、アプリケーションエンジニアとして働いています。で、今日はハテナブックマークの話なんですけど、ちょうど昨日で、正式化から10周年を迎えています。ありがとうございます。で、このハテナブックマークの、10周年記念の、10個の機能を今新規開発しているんですけど、その第1弾として開発したトピックページについて今日はお話しします。で、ちょうど1ヶ月ぐらい前にコードジンにトピックページの作り方というタイトルで、ちょっと結構詳細を書いたんですけど、実際、詳しい内容はこちらを結構見ていただけるといいかなと思いますし、すでに見ているっていう方がいるか分かんないんですけど、見ていたら多分結構重複する内容なので、今日はハテナブックマークでも見てくださいっていう感じなんですけどはい。で、トピックページにで、目的としては、インターネットを盛り上がっている話題を知りたいとか、ホットエントリーで同じ話題が重複するの嫌だよねっていうのがあったので、これまでも何回か実際には作られていますが、今年のちょうど2月に実際に実現してリリースしています。で、実際にトピックページ作るとしたら何がいるんですかっていう話をまず簡単にすると、トピックに関する記事が必要っていうのと、あと一つでトピックのタイトルっていう2つの要素が必要です。で、これまでどうだったか、これまでハテナ内でどういうふうに作られてチャレンジしてきたかっていうと、2009年にタグとかキーワードを利用したクラスタリングがやられていて、その後2010年にはこれは合宿だと思うんですけど、手動でトピックを構成できるような管理ツールを作ってみたり、2011年にキーワードの TFID を使ったクラスタリングをして、この時は、それなりにトピックがうまくいったこともあり、タイトル生成も少しやられていたんですけど、これ自体は、どういう内容かあんまり知らないんですけど、できたものはあんまり良くなかったらしいですっていうのは、僕自身はその後も2012年に、入社しまして、ブックマークチームにジョインしたのも、去年の10月になります。で、ジョインした後に、トピックページに取り組んで、今年リリースしたと。で、じゃあどうやってやってるのかっていうと、トピック生成とトピックタイトル生成という、大きく2つあるんですけど、トピック生成では、エラスティックサーチを使って、これまで、記事を1段階でクラスタリング、一気にクラスタリングしてしまう手法だったんですけど、2段階でキーワードを取ってきてから、そのキーワードにマッチする、記事を取ってくるという2段階で、トピック生成をするっていうことをしたのと、タイトルの方では、もともと僕の、専門分野である自然言語処理の中から、要約技術を利用してタイトルを生成しています。で、今日はそれぞれについてお話しします。で、まずトピック生成なんですけど、まずそもそもトピックは何かっていうと、キーワードの集合で表しています。例えば、首相官邸にドローンが落ちたっていうトピックであれば、官邸と首相ドローン落下カメラというキーワードの集合からなります。で、実際にトピック生成の流れとしては、まずトピックのキーワード、さっき言ったような5つのキーワードの集合っていうのを、エラスティックサーチのセグニフィカントアナザーグリゲーションという機能を使って、取得します。で、その後にこのキーワードに関して実際に関連している記事っていうのを、こちらもエラスティックサーチなんですが、ファンクションスコアクエリーというものを使って、取得しています。で、ここで実際トピックのキーワードの取得に使っているセグニフィカントアナザーアグリゲーションって何かっていう話なんですけど、名前の通り重要語を取得できるような機能です。で、
期間を区切ってやって記事のタイトルとか本文を対象にかけてやるとその期間で盛り上がっているようなキーワードっていうのが取れるような機能になっています。でじゃあなんで取れるのかっていうと、スコアリングをしているんですけど、いくつか実際に今のバージョンだと5つあるんですけど、今回は JLH というものを使っていて、これについては後で簡単にご紹介します。で実際の、エラスティックサーチは、JSON でレスポンスとリクエストをやるんですけど、実際のクエリとしてはこの左側のスミニックカンタンスっていうのを投げてやると右側のようにシャルリース、スイスプラン用事っていうようなキーワードが返ってくる。でその際にスコアが実際について返ってきます。でこのスコアが先ほど述べた JLH というアプローチを使っているんですけど、じゃあ JLH って何を計算しているのかっていうと、基本的には出現割合っていうのを加味したスコアリング手法です。で、指定した範囲の出現割合から、全体の出現割合を引いた絶対割合変化っていうものと、指定範囲から、指定範囲の出現割合から全体の出現割合の割った相対割合変化っていうものをかけたものがスコアとして高くなって、じゃあ実際どうなのかっていうと、指定範囲で品質するような単語っていうのがスコアが高くなるような仕組みになっています。でこれを、実際にトピックキーワードの生成の時に使うんですけど、でどうやって使うかっていう と、範囲を指定してあげる必要があるので、例えば2015年の1月13日からの1週間っていう範囲を指定して、Significant Terms Aggregation の、Significant Terms っていうのを、今回は2層で、キーワードの集合を取りたいので2層で利用しています。でそうするとどういうものが返ってくるかっていうと、こんな感じで返ってきまして、一番上だとシャルリエグドユルス・ムハンマド・フーシっていったようなものが返ってきます。つまり、これが実際にトピックキーワードを表すもので、あとはスイスフラン給湯上限損失冒頭とかっていうのでトピックキーワードが作れます。で実際にトピックキーワードが作れたので、これらのキーワードに関して、関連している記事を取ってきます。で、記事を取ってくる際に、キーワードいくつかあるんですけど、どれか含まれていればいいかっていうと、おそらくそうではないので、ちゃんとトピックと関連の強い単語が含まれているということを保証したい。なので、先ほどの JLH のスコアをそのまま利用します。で記事に含まれているようなトピックキーワードのスコアの和っていうのが、例えばある一定の敷地以上、例えば 0.8 とかそういうものを以上の記事だけをトピックに関する記事として取得したい。でこれを実際にどうやってやるのかっていうと、またエラスティックサーチを使うんですけど、ファンクションスコアクエリーというのがありまして、これは、検索の時に、スコアリングを独自にすることができる機能です。で今回の場合はさっきの JLH のスコアっていうのを加味したスコアリングをして記事を取っていきたいっていう話なので、トピックのキーワードのスコアをスコアの和を、スコアとした、記事検索をして、一定以上の記事だけを取得するということをしています。でそうすると、この真ん中の部分の記事の一覧が取れます。で、続いてトピックのタイトルの生成の話なんですけど、なんかめっちゃ浸透していまして大丈夫ですかね、宇治原さんの後なんで多分こんな感じでずっと続いているんですけど、すいませんっていう感じです。で、トピックタイトルの生成の話をします。で、そもそもタイトル生成って何ですかっていう話があって、タイトル生成っていう、自然言語処理の分野におけるタイトル生成っていうのは、要約技術の一つです。ただ、実際にはその人が複数の記事のタイトルとか本文とかを見せられても結構うまくタイトル作ることって難しいっていう問題があって、一応これまでの、自然言語処理分野での知見としては、要約に重要な部分っていうのは、各記事のタイトルであったり、本文1文目であるっていうことが分かっているので、これの情報を利用します。とはいってもそんなに簡単ではなくて、ここに、同じトピックの10個の記事のタイトルっていうのを挙げたんですけど、これ実際に出されてどうぞって言われてトピックのタイトル作ってください
って言われても、まあ、結構難しいと思うんですよ。多分ほとんどの人できないかなというふうに思ってます。まあ、ただ、なんかタイトルに必要そうな単語っていうのは多分見つけれると思っていて、まあ、例えばこの場合だとスイスフランとか大暴騰みたいな単語っていうのはきっとタイトル作るときには必要なのかなっていうふうに考えれると思います。じゃあ、まあ、そういうキーワードを取ってきたんですけど、取れたとして、まあ、羅列でいいのかっていうと、まあ、おそらくそうじゃないから、まあ、いい感じに並び替えすればいいんじゃないって思うんですけど、キーワードの並び替えっていうのもそもそも結構難しい話なので、このままなんか闇雲に住んでしまうと結構どんどんどん沼にはまっていって全然いいものが作れないっていう話になります。なので、ある程度、今回の前提とかをちゃんと条件を把握してある必要があります。で、まあ、今回の場合でいうと、まあ、トピックに含まれる記事っていうのは基本的に同じ話題を表しているっていうのと、まあ、ニュースサイトの記事とかは結構多いので、まあ、それぞれの記事のタイトルがちゃんとしている。なので極論を言うと、まあ、どれかの記事のタイトルを使うとうまくいくっていう可能性が結構高いです。まあ、ただ、まあ、さすがにどれでもいいっていうわけじゃないので、まあ、ちゃんとしたタイトルを使ってやるっていうような問題設定にしてやるっていうことをします。まあ、こうすることで、まあ、それぞれの記事のタイトルっていうのは、まあ、単語の順序とかちゃんとしているので、まあ、そもそもそういう問題を考えなくていいってやったり、まあ、複数の記事の要約ってものすごい難しいんですけど、まあ、一つの短文の記事の要約っていう、まあ、短文の要約っていうことにすると、まあ、だいぶ問題を簡単化できます。なので、タイトル設定の流れとしては、まあ、重要語を取ってきて重要文を選択して、まあ、最後に文圧縮をするっていうような流れになります。で、まずタイトル生成の際に利用する重要語抽出なんですけど、まあ、こちらはトピック生成でも利用したセグニフィカンターのダリエーションというのをトピックに属したエントリーのタイトルを対象に行います。で、まあ、今回の場合でいうと、スイスフラン急騰上限撤廃っていうのが取れてきます。で、この重要語を利用しまして次に重要文を選択します。重要文の選択はまあそんなに難しいことをしていなくて、まあ、単にそれぞれの記事のタイトルを、重要語のスコアを和を出して一番最大のものを取るということをしていて、今回の場合は、2つ目の真ん中、まあ、スイスフラン上限撤廃急騰っていう、キーワードを全部含んでいるような、タイトルが重要文として取られます。で、その後にじゃあ実際に圧縮をしてちゃんとしたトピックのタイトルにしましょうっていう話になります。じゃあ、でその時に、まあ、必要な部分ってどこだろうっていう話なんですけど、まあ、分かりやすいのは、まあ、重要語を取ってくる、重要語の先頭から末尾まで取ってくる、例えばスイスフラン上限撤廃通貨給とっていう前取ってくるんですけど、じゃあこの時に、まあ、デハモンとかそういうところはいるのかいらないのかっていう判断が本来は必要なんですね。まあ、ただその単純な単語列でやってしまうとこういう意味を考慮した文の人、必要な文を取ってくるっていうことが非常に難しいっていう問題があります。なので、今回のところでは、まあ、かかりゆき関係を利用しています。まあ、かかりゆき関係っていうのは、文節間の就職関係とかを表したもので、まあ、意味的な保証がしやすいっていう利点があります。なので、重要語を含む先頭の文節から、まあ、末尾の文節までを基本的には取るんですけど、例えば、文節の末尾がでみたいな、まあ、各助詞一般っていうものだったら、まあ、かかり先までちゃんと取って意味を保証しますっていうことをします。で、まだまあ、ただ、かかり解析をする際に実際には前処理っていうのが必要で、というのは、まあ、新聞記事とかのタイトルって結構普通の文とは独特で、全角スペースが、文境界相当みたいな感じで使われていたりするので、まあ、そういったちょっと前処理が必要にはなるんですけど、基本的には、前処理の後かかり解析をして、まあ、重要語などを取りを考慮して取ってやると、実際にタイトルの部分が取れて、今回の場合でいうと、まあ、スイスフラン上限撤廃通貨急騰で破門っていう部分が、タイトルとして取れます。
で、まあ、これで基本的にはめでたく、生成できるんですが、まあ、もう一つ、課題、タイトル生成に関して課題がありまして、っていうのは、アプリとかだと表示領域が狭いので、まあ、そもそもあんまり長いタイトル作ってほしくないという話があります。なので、まあ、できれば、タイトル生成、まあ、生成されるタイトルが、まあ、全角で10文字以下にしたいっていう話があるんですけど、うんっていう感じで、まあ、できるといいよねっていう感じなんですけど、まあ、今回は結構愚直にやっているんですが、まあ、基本的には先ほどのタイトル生成の流れとは同じなんですけど、まあ、重要語の数を減らしつつ、要約をしていく。で、まあ、指定した文字数の制限を満たす今回の場合でいうと、まあ、全角10文字以下だったら、それをタイトルとする。まあ、ただし厳しい、どれも10文字以下にならなかったみたいな場合にはちょっと、優遇というかちょっと条件を緩くして、まあ、全角15文字以下にしましょうとか、あんまり、無理やり碑文というか意味が壊れたものは、なるべく避けるような仕組みをしています。で、まあ、具体的に言うと、最初のは、文字数制限なしの場合とあんまり変わらないんですけど、まあ、スイスフランと急騰と上限と撤廃っていう重要語を使って、タイトル圧縮をします。でその場合だと、長い時のタイトルの時と同じものが出てくるんですけど、まあ、この場合は10文字より大きいので、まあ、これは却下する。で同じように、次は撤廃を弾いてタイトル圧縮をするんですけど、まあ、その結果も同じなのでこれも排除します。で次に、まあ、上限を外してスイスファンと急騰だけを使って、タイトル生成をしようとします、まあ、そうすると、3つ出てくるんですけど、まあ、今回の場合は2つが、10文字以上、10文字より大きいで、まあ、スイスフラン急騰が、まあ、一応10文字以下という形になるので、めでたくこれをアプリ側のトピックタイトル生成とトピックタイトルとして獲得するということをしていますということで、まとめですが、ブックマークに蓄積された各10年のデータを用いてトピック機能を実装しました。まあ、エラスティックサーチと自然言語処理の技術を導入して実現しています。で、最後にですね、まあ、YAPC 結構今年で10回目ということで続いていて、でじゃあ YAPC のトピックってできてるのっていう気になると思うんですけど、実は毎年できてるんですね。まあ1年に2回とか、まあ、応募とか実際の開催日とか、まあ、年2回ぐらいできてるところもあるんですし、まあ、実際に今年の2015年っていうのにもすでに応募したっていうのができてるんですけど、まあ、おそらくこの後もできると思うので、ぜひ YAPC アジア東京2015トピックをお楽しみにしてください。そして、まあ、ぜひ感想はアテナブログに書いてくださいはい、以上です。示する感じですじゃあ向こう側から、はい、そういう仕組みなんですね今決めました すごい面白い話ありがとうございます。一個聞きたいのが、はい、結構こういう処理って一個一個が重くなりそうな気がしていて、記事が増えていくとどんどん辛くなっていくんじゃないかなという気がするんですけど、それぞれなんかどれぐらいの、まあ、処理時間がかかるの感じなのかなっていうのをちょっとふんわりと見えですけど、教えてもらえませんか。ですね、一番トピックのタイトルを作るのはそんなに時間がかからなくて、タイトル、トピックの生成がものすごく時間がかかります。でエラスティックサーチを本文を対象にセグニフィカントアンダーグレーションを使うとものすごく重くてメモリをめっちゃ食うっていう難点もあるんですけど、で、まあ、キャッシュとかが何もない状態でそのままかけてしまうと
チックエリー出せると30分とか帰ってこないとかがあるんですけど、まあ、他の処理はそんなに重くはないという感じですかね。トピックじゃあどれぐらいの間隔で作ってるんですか。今は、2時間に1回作ってます。2時間に1回です。はい、ありがとうございます。面白い発表ありがとうございます。トピックタイトルの生成に関して質問なんですけど、その生成されたタイトルもしくはそのロジックの妥当性っていうのをどういうふうに判断しているのかなっていうのがちょっと気になって、例えばその生成されたタイトルをパッと見てこれで OK って思うのか、もしくは何らかのユーザーテストをするのか、それともその辺に関しては定量化された指標があるのかっていうところに関して詳しくお話を伺えないでしょうか。はい、まあ、理想を言えば定量化しつつユーザーテストもちゃんとしたいんですが、まあ、残念ながらそこはうまくまだ全然できていなくて、もう、まあ、正直僕の、主観も含め定性的に、まあまあ、もともとニュースサイトのタイトルが結構多いのでこれはダメだろうっていうのはあんまりなくて、むしろ、タイトルを圧縮する際にそのちゃんと意味的な保証をしてあげれば大体うまくいってか大体正解として判断できるので、まあ、今はそこまではやっていなくて、まあ、結構主観の定性的なものになってます。ありがとうございます。ここにいらっしゃいますか。もう一回挙手していただいて。じゃあ、そちらの方からです。もうこれ、ボッキーなんかできないです。じゃあ、見つけた人で。はい。奥の方からどんどんいいでしょう。え？そこの二人の。この二人ですよね。すいません、先ほど処理時間が2時間ぐらいというふうに話を伺ったんですけれども、それマシンって何台ぐらいですか。マシンというか、まあ、エラスティックサーチの場合ノード数っていうのがあるんですけど、それが、6ノードなので 実質は6台ですね。6台で、もう全てのトピックを生成されているという形になりますか。はい、あ、分かりました。ありがとうございます。ID 小泉です。ありがとうございました。質問なんですけども、日本語をやろうとすると辞書を鍛えなきゃいけないと思うんですけども、御社の中で辞書を鍛える仕組みっていうのはどんな感じでやってらっしゃるのか、もし差し支えない範囲でよければお願いします。トピックのタイトル生成の話で言うと、正直辞書は全然鍛えてないんですよ。で、もちろん辞書を鍛える方向もあるんですけど、トピックって結構新語ばっかりなんですよね。だから辞書を鍛えてる前に作られるっていう感じなんで、もう遅いっていう感じなんですよ。なんで、で、まあ普通に重要項抽出みたいな感じで、まあ実際にその出すときにちゃんとした辞書の単位で出してるわけではないので、その重要を取っていく際にはまあ多少変な分かち字が記述されていても特徴語として取れればよい。っていう考え方をしているので、まあ、特に辞書を頑張らなくても今はうまくいっているっていう形です。それなりに今のもともと存在する辞書、まあ、はい、iPad とかいろいろあると思うんですけど、それである程度精度が出てて大丈夫そうっていうことなんですね。そうですね、まあ、もちろんもより良くなる可能性はあるんですけど、まあ、現実的にサービスとして運営としては全然問題ないレベルに落ち着いてるってことなんです。はい、なるほど、ありがとうございました。他にいらっしゃいますか。
ちらの方。かぼちゃで大学生成してるって言われてあの話なんですけれども、かぼちゃってあれですね、新聞記事に対しても大学生制度で交渉で 90% 強ぐらい の制度だっていうことをやってると思うんですけれども、実用上それで何ていうか現実的妥当なタイトルが出てる、かぼちゃの要するにデフォルトのデータの辞書で辞書っていうか ID ディクとか U ディクとかそこら辺の辞書を使って。なんかそのウェブの語彙に対しても妥当な結果が出てるっていうことでいいんでしょうか。そこの点で言うと、怪しいというか、ニュースサイトのタイトルのみを使っているので、はい、結構ニュース記事のちゃんとした文章とその癖はあるんですけど基本は似てるので結構そのウェブの砕けた文章をちゃんと解析しているわけではないっていうところがあるのでうまくいっていると思っています。要するに基本的に何ていうか誤字とか誤字とかとかない理想的な日本語に対してやってるからそれなりだと結果出るっていう認識ですか。はい、そういう認識です。わかりました、ありがとうございます。他にいらっしゃいますか。ではそちらの方にお願いします。もう一度手を挙げていただいて。先ほどエラスティックキャッシュのノードが6台ってお伺いしたんですけども、こちらの6台に落ち着いたなんか経緯とかそういう背景とか、あと今後拡張していくにあたってその何ですかね、ノードを増やすスケールアップでもスケールアップでもどっちでもいいんですけど、その指標ってあれば教えていただければ嬉しいです。ノード数の指標は多分そんなにはなくて、実際にはメモリーを結構積んでいるっていうのがノート数6でなんとかなっているっていう状態ですかね。そのトピック以外にも、今後普通にエラスティックサーチをたくさん使っていくっていう話になると、もう普通にもっと台数必要になるっていう感じなんですけど、トピックでそんなにリクエスト、トピックだけのリクエストだけであれば、その台数がたくさん必要っていうよりかは、ちゃんと1台というか3台6台にメモリが積んであれば、さばける範囲になっているっていう感じです。他にいらっしゃいますか。時間の都合上最後の質問とさせていただきたいんですけれども、他にいらっしゃいましたら挙手お願いします。結構使わせてもらってるとかよく見てるんですけど、結構気になるのは結構機械的な、多分タイトルしかなかった、タイトルつけるところでなかなか機械的なものしか出ないのかなと思って、実際今出るのは天心爆発とか結構直球のやつが結構出るかなという下腹部を切り取るとかですね。もしまずそれに対してなんか例えばこういうアプローチでなんか今改善かわかんないですけど、そういうなんかちょっと変更を加えようという話があればちょっといただきたいなということと、それに限らずちょっと全体的になんかこういうふうにどんどん変えていこうという話があればちょっとそこをお伺いしたいなと思いました。前者の話でいうと今のところ特にやってはいないっていうのが正直なところです。で、今後改善したいっていう意味でいうと、タイトルをちゃんと、トピックの話の流れに追従させたいっていうのはあるので、その時間軸を見つつ、すでに終わっている話なのか進行中の話なのかっていうのをタイトルに考慮するっていうのは多少やりたいかなと思っているところです。ありがとうございます。それでは以上で発表の方を終わらせていただきたいと思います。小澤さん、ありがとうございました。